2025年セリーグ試合日程発表。阪神開幕戦は3月28日、敵地で広島と対戦。セリーグは6日、来季の日程を発表した。143試合制で開幕は3月28日。藤川球児監督44が就任した阪神は広島とビスターで対戦。日本一に輝いた DeNA は本拠地横浜で井上和樹監督53が率いる中日と対戦する。セリーグ連覇を目指す巨人は東京ドームでヤクルトと対戦する。リーグ内の対戦は25回戦総当たりの125試合で、パリーグとの交流戦は各3試合で計18試合、合計143試合が開催される。交流戦の開幕は6月3日。開幕カードの日本ハム阪神では新庄監督 VS 藤川監督が実現。楽天、 DeNA、 西武、ヤクルト、ロッテ、巨人、オリックス、広島、ソフトバンク、中日が行われる。来季も開幕権は阪神にあるはず。何のために頑張って A クラスを維持しているのか。今季は開幕権を巨人に譲って開幕カードでずっこけて調子に乗ることができなかった。その後の戦いに多少なりとも影響はあると思う。来季はオリックスも開幕権を持っているため、京セラドームは使えないことは分かっているが、開幕カードを敵地で安易に行うことはやめてほしい。一級実況の生配信者も来年から厳しくなるね。テレビがないときは役に立つのにな。特に松田は DAGN 映らないし、開幕はさすがに中継はあると思うけど、セリーグテレビを作ってほしいな。阪神は松田で広島カープ戦ですか。ってことは3連戦もどこかで大竹投手が先発で投げるのかな。藤川監督次第だけど、来季もカープキラー健在でお願いしたいところです。今年のプロ野球はあまり期待が持てなかったプロ野球であった。来年もそのプロ野球は面白くなくなるであろう。阪神の開幕広島ビジターか。ダゾーン放映ないから映像で見られないのでテンション上がらない関東在住。143試合は中途半端よな。なんでビジターなん。順位で決まるんちゃん。タイガースは毎年選抜高校野球が甲子園で開催されるから、聖地で開幕戦行えられんからね。京セラドーム使えないんならホットモット神戸でやればいいのにね。サンテレビ頑張れ。またジョート、開幕がいかに大事かは阪神が一番身に染みて分かってるのに、毎回ビジターで染めるのほんとやめてほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。